彫刻立体造形部門審査員の長野久人です。同じく、彫刻立体造形部門の審査員をしている中西学です。今年の彫刻立体造形部門の一席の作品についてなんですけども、タイトルはヴァン・ゴッホの天の歴庭ですかね。皆さんよくご存知の、有名なオランダの画家のね、ゴッホの、最晩年の様子をですね、おそらく再現されていると思うんですけども、非常によく作り込んでおられます。カードボードとか、さまざまな紙の材料を使っているんですけども、細部とかもしっかりと表現されていて、非常にユニークかつですね、作者のですね、この造形感覚といいますかね、そういうものがすごく発揮されていて、存在感もあって、見応えがあるので、これを一席としました。二席の作品はアウト・オブ・ザ・ブルーですね。この作品ですね、こういうなんか木彫を使った作品というのは、いわゆる我々が持っている彫刻からはちょっと外れて工芸的にな感じを受けるんですが、この作品は本当にその完成度が高くてですね、この欅であるとかこっちの杉とかね、それは材料をうまいこと使って、この材料の模様とこのハスなんかね、非常にこうマッチした造形になってますね。でこの足もちゃんと金属で作られていて、非常に精緻なこの爪とかね、そういうものが表現されていますね。この毛一本一本も細い刃物で彫られた感じで、カエルちゃんも怖いし、このなんか不意に出会ったっていう情景がこんなにもなんか自然っていうのはとても過酷なんだけど、美しい感じで捉えてるっていう作者のそういう思いがね、自然に対する強い思いがとても好感を持てましたね。いい作品に出会えて本当に良かったです。彫刻立体造形部門の第3席の作品なんですけども、まずタイトルがですね、養老の仮面大震災後も、夜が明ける、ナンバー103となっております。ということはこのシリーズは103点になるんでしょうかね。そうなると全ての作品を見てみたい気がするんですけども、まずこの作品はご本人のコメントにもありましたように、幼児と老人、それとですね、抽象と具象が混在しているような、対比関係が内包されているというふうになっているんですけども、何よりもこの材質がですね、市販されている金網のなんかネットなんですけども、実はこれ全部ねご本人が、塗装されているんですね。だから結構こう根気がいる仕事だと思うんですけども、既成のものをそのまま使わずにですね、自分のこだわりといいますか、考えているイメージの彩色、塗装を施してですね、でこのネットですから、この空間がありますので、その空間の中に一つの世界観を展開されていると思うので、非常にユニークかつ、空間構成がうまく、この材質とですね、背景が黒っていうこともあるので、字と図の関係もありまして、うまくこの、作品が生かされているような気がします。大変いいと思います。